どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ちょっとね2021年のね年末に出したかったんですけども、ニューヨークの方にね行ってたりと、まあその編集でね結構バタバタとなっておりましたので、2022年に、ね、なってしまったんですけども、本日の動画はですね2021年中に発行したねクレジットカードをですね紹介ねしていきたいなと思います。こちらの動画ね昨年出させていただいて、こういうのがねまた見たいですっていうねリクエストがございましたので、まあ、今回ね2022年になってしまったんですけども、2021年中にね発行したクレジットカードね、まあ、私ねポイントサイトとか、まあ、そういったポイントを貯めてですね ANA 前にね貯めているっていうこともありますので、まあ、今回はねこの2021年1年間で発行したねクレジットカードをですね皆さんにね紹介していきたいなと思います。またねその発行こうしたねクレジットカード今後どうするのかっていうのもね一緒にね紹介していきたいと思います。でですね、サムネイル見ていただいた方はねやっぱ分かると思うんですけども、今日紹介するカードねこんなにあるんですよね。はい、ということなんで結構数がねありますので、まあちゃちゃっとねいきたいと思います。多分ねこれで持ってるので全部だと思うんですけども、まあ、ちょっとね抜けてたりしたらねちょっと申し訳ないんですけど、多分これだけで合ってると思います。ということでまずね1枚目ですね、まずこちらです、こちらは aupay クレジットカードですね。こちらは、ノーマルの方ということで年会費ね無料なんですけども、ポイントサイトの案件がね確か8000円か6000円ぐらいだったと思うんですけども、まあ、そのポイントとあとね公式サイトの方のキャンペーンで全部合わせてね1万円分ぐらいのポイントをもらえるということで、これね突撃したポイントサイトの案件で発行したクレジットカードです。でこちらね、まあ、キャンペーンが終わって、まあ、私ね ANA マイルをメインで貯めているっていうこともありますので、まあ、今ねもうほとんどそのキャンペーンが終わって利用しておりませんので、まあ、ひとまず一回解約してねまた必要だったらね作ろうかなというふうに思っております。ということで aupay カードですね、1枚目。その次がこちらです、三井住友ビザカード、こちらクラシック4オーナーズだったかな名前が。はい、こちらはですね初年度年会費無料で2年目以降が1300円ぐらい確か年会費がかかるクレジットカードだったと思うんですけども、こちらもですね結構良かったんですよ。ポイントサイトの案件が1万5000円分ぐらいもらえて、またね入会後何ヶ月までにいくら使うといくらみたいなね、そんなようなポイントをもらえるということで、ちょっとねタイミングが悪くてその決済分のポイントはもらえなかったんですけども、まあ、ポイントサイトのポイントでね、1万5000分こちらねゲットできました。でこちらね昔のやつっていうか、まあ、こちらね4オーナーズっていうクレジットカードで、今ね三井住友ナンバーレスのビジネスカードね、それが一般カードとゴールドカードね出ておりますので、ちょっとこれにね出しておきますけども、こちらがですねまだねポイントサイト案件ありまして結構いいんですよね。1万5000とかねまだポイントあると思いますので、ちょっとねなかったら申し訳ないんですけども、ありましたらちょっとこれに貼っておきますので、一応ねこちらビジネスカードなんで、三井住友カードの場合はね何か副業をやってればね結構簡単に審査通るんですけども、まあ副業やってないとねちょっとなかなか会社員の方はね、まあ、難しいかなっていう感じですかね。はい、次でこのカードはねもう解約します。はい、もう使い道がねもうほとんどないので。で次が、JCB カードビズ、こちらですね。はい、こちらはですねこれ確かね新しいクレジットカードだったと思うんですよね。これねすごかったんですよ。ポイントサイトの案件で2万7000分すごいですよね。初年度年会費無料で2万7000分の案件すごいですよね。はい、でこれ取れてまたねこちらも、何ヶ月以内にいくらかの利用でみたいな感じで、確か20万円以上の利用で2万円だったかな。アマギフか JCB のギフトカードかね、どっちかだったと思うんですけども、私の時はねあれだったんですよ、ギフトカードということで、私がね今使っている M1 マック、こちらをねこのカードで買ってキャンペーンね入会キャンペーンねポイントゲットできたっていう感じですね。非常にポイントサイトの案件としてねありがたい案件でしたね。こちらもねはい解約しますまあほとんどね解約するんですけども、次ですねエアーカードですね。こちらすごかったですね。昨年のねちょうど2月とか3月とかでしたね。こちらのカード本当に有名なね YouTuber の方たちも結構こちらねつぶやいてましたよね。ポイントサイトの案件でこれね初年度年会費がキャッシュバックで
帰ってくるっていうキャンペーンで、でポイントサイトの案件がね、動画にもしましたけども、最高ね5万7000円ぐらいまで上がったんですよね。初年度年会費無料でポイントサイト5万7000円分のポイントってやばいですよね。だから一撃 ANA マイルだったら、おそらくエコノミーで東京ニューヨーク発見できたんじゃないですかね。はい、いやすごいですよね。でこれ一応ね、あのビジネスカードなんですよね。ですのでまあね、審査落ちた方もね結構いらっしゃるかもしれないんですけども、まあこれね、あのちょうど1年前ぐらいね、お祭りにありましたね。はい、こちらもエアカードね解約します。それでは次ですね、こちらね名前がオリコカードザポイントアプティっていうね、こちら年会費無料のねクレジットカードなんですけども、オリコカードですね。こちらも完全にポイントサイトの案件ですね。はい、それ以外の理由なしで1万円分ぐらいのポイントだったと思うんですけども、発行しました。まあこれもね解約します。はい、次ですね、みずほ ANA マイレージクラブカード、こちらですね。はい、こちらは JQ みずほルートっていうね、ポイント交換ルートで必要なクレジットカードですね。こちらのクレジットカードを持っていると永久不滅ポイントから ANA マイルね交換ができるということで、 JQ みずほルートね動画にもしておりますけども、まあ3月末までですね東急ルートを利用することができますので、それ以降ですねこちらがメインになるっていった形になっておりまして、ポイントサイトのポイントを 70% で ANA マイルに交換する場合ね、こちらのクレジットカードがね必要になるっていった形になります。ですので、私の方ですね、しばらくこちらはね、あの解約するつもりはねないかなっていう感じですね。でこちらのクレジットカードはですね、みずほ銀行の口座を持ってないと発行することができないので、まあ一緒に作ることも多分できると思うんですけども、あのみずほ銀行のね口座がないと作れないカードというふうになります。で年会費はね0円なので、まあここはねいい点ですよね。まああのみずほ JQ みずほルートね、あの気になる方はですね概要欄にねその動画貼っておきますので、まあ、今後ねポイントサイトのポイントを ANA マイルに、ね、交換したいよっていう方はですね、そちらね見ていただければなと思います。それでは次ですかね、あこちら言ったかな、言いましたね、解約するつもりね、あの今のところございません。はい、次は、こちらですね、次は三井住友カードのこの3枚ですね。はいはい、はい、こちら3枚です。ナンバーレス、ナンバーレスゴールド、プラチナプリファード、これもナンバーレスですね。はい、この3枚ですね。まあタイミングはね全部違うんですけども、1年間にねこの3枚発行させていただきました。でこの3枚ともですね年会費初年度無料なんですよ。まあこのナンバーレスはね、あのナンバーレ、あの年会費無料なんですけども、こちらが初年度無料、こっちも初年度無料みたいな感じで3枚ね発行しました。でこのナンバーレスがね確か8000分のポイントだったと思いますね。で、ゴールドカード、こちらもね8000分でした。はい、でこのプラチナプリファードね、これも8000円ということで、こちらのポイントはねまだね案件ポイントサイトにね案件あると思いますので、ちょっとありましたらねここら辺に載せておきますけども、8000分のポイントがねあのもらうことができます、発行するだけでね。でこちらね3枚とも初年度年会費無料、あまあ1枚はねあの年会費無料なんですけども、このねプラチナプリファードはですね、もともと年会費がね3万円するクレジットカードなんですよね。それが急にですね12月だったかな、はい、急にね初年度年会費無料キャンペーンやりますみたいな感じであの発表があって、まあ、急いでね発行したっていう感じですね。でですね、私今ねこのプラチナプリファードってポイントサイトにね案件8000円しかねないんですけども、まあ、私はね発行した時は本当にあの初年度年会費無料が発表された日にね発行したので、その当時のねポイントサイトの案件ってこれね2万400円分だったんですよ。結構すごいじゃないですか、初年度年会費無料で2万4000円分のポイント、しかもねそれも掲載されてたのが本当に2、30分とかね1時間とかそんなもんだったと思うんですけども、本当にねすぐ8000に切り替わっちゃったんですよね。で私はねこの2万400円分にねポイントタウンでね滑り込めましたので、おそらくね2万400円分のポイントねもらえてるかなというふうに思いますので、まあ、この3枚だけですね多分3万5000円分のポイントぐらいね多分もらえてるはずなんですよね。はい、ということなんでこの3枚ね発行しました。でこの3枚に関してはですね、ナンバーレスのね
年会費無料のカード以外はね、1年以内に解約します。ナンバーレスゴールドはね、年間100万円使っていただくと、まあ、今もこれねあるんですけども、ポイントサイトの案件ねこれに出しておきますんで、ゴールドカードまだ持ってなくて4月までにね発行していただくと、初年度年会費無料で100万円使うと永年年会費無料キャンペーンで、ね、今もやってるんですけども、ちょっと私はねアメプラを発行してしまったので、まあ、その関係でねこの100万円決済ね途中で止めちゃったんですよね。ですので多分ナンバーレスとナンバーレスゴールド、プリファード3枚ありますけども、この2枚のねクレジットカードは1年以内にね解約して、このカードだけね残そうかなというふうに思っております。まあちょっとねここ難しいところでね、今後ちょっと変わるかもしれないですね。というのもこの三井住友カードってビザタッチのキャンペーン結構多かったんですよ、去年1年間これね、このビザタッチのですんで、これでですねまたキャンペーンがあると、1枚でもね多く持ってると結構お得だったりしますので、去年ね 100% 還元ね、ドトールコーヒーとかありましたよね。まあ利用された方結構いらっしゃるかなと思うんですけども、まあそれもね乗れたりしますんで、ちょっとここはね考えますけども、まあプラチナプリファードはね2年目以降3万かかるんで、まあ間違いなくね1年以内で解約するかなというふうに思います。まあそんなところですかね。はい、次はプラシドエアーカード、こちらです。はい、こちらも三井住友カードがね発行しているクレジットカードなんですけど、このソラシドエアーカードをね持っているとポイントサイトのポイントを、V ポイントに変えて、三井住友カードのポイントですね、こちらからソラシドエアのポイントに変えると1ポイントね2マイルになるんですよね。ですので、まあ、1000ポイントあれば2000マイルになるっていうね、200倍の交換率でね V ポイントを交換できるねクレジットカードっていう風になっておりまして、このカードがないとこのソラシドエアのねマイルに交換することができませんので、まあ、ポイント交換ルートの一つとしてですね発行したっていう感じですね。ソラシドエアのカードは初年度年会費無料で2年目以降1375円、変わるわけなんですけども、まあ、こちらはですねポイント交換ルートっていうこともありますので、まあ、しばらくね保有させていただいて、ちょっと利用頻度がね多ければしばらく継続しようかなと思ってます。まあ全然使わないようだったらですね解約するかもしれないんですけども、まあポイント交換ルートとしてはねちょっとね持っておきたいなっていう感じですね。それでは次にこちらです。マジカルティークラブカード、こちらもね動画とかにもしましたけども、こちら年会費無料のねクレジットカードっていう風になっておりまして、確か3000円とか4000円とかそんなもんでね発行したと思うんですけども、こちらね2023年の5月までねクイックペイ決済すると 3% 還元なんですよね。で T ポイントはね 3% 貯まるっていう風になりますんで、こちらねクイックペイで決済していただくと ANA マイルの還元率 2.1% なんですよね。ですので、まあ、それでね、発行させていただいたっていう感じですね。で実際に使ってるかっていうとですね、ちょっとねなかなか使う機会がなくて、まあこれもねおそらく1年以内にね解約するかなっていう感じですね。はい、で次ですね、こちらです。去年の3月ですかね、新規発行開始したヒルトンアメックスプレミアムカードですね。こちら年会費6万6000円のクレジットカードというふうになります。いやー高いですね、年会費、いやめちゃくちゃ高い今聞いてもね高いです。まあこちらね100円決済につきヒルトンポイントはね3ポイント貯まるクレジットカードっていう風になっておりまして、まあ私の方はですね、まあ今現在ねヒルトンダイヤモンドステータス持ってるんでほとんど恩恵がないクレジットカードなんですけども、ウィークエンド無料宿泊特典っていうのがこのクレジットカードを発行して更新を迎えてその3ヶ月後にねもらえるっていう風になっておりますので、まあそれをねちょっと実際に利用したいなと思って発行ねさせていただいたクレジットカードっていう風になります。まあ年会費6万6000ですからね、かなり高いですよね。ですので私の方はですね、このウィークエンド無料宿泊特典ですね、更新後3ヶ月ぐらいでね付与されるっていう風になりますので、まあひとまずねそれを使ってで、まあ、ちょっとどんな感じで使えるかっていうのをですね皆さんにシェアさせていただいて、多分ノーマルカードにね落とそうかなっていうふうに思います。まあこのヒルトンアメックスプレミアムカードはですね、まあ、300万円ね年間で決済できるとヒルトンのねダイヤモンドステータスね、この決済を積むだけでステータスもらえるっていう風になりますんで、まあ、ここが強いですよね。ですんで300万のね年間決済ができる人はねかなりいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、私みたいなね雑魚だとあんまり意味ないかもしれないですね。はい、という感じになります。ですんでね、まあ
あともう1年ですね、こちらは継続してね持つと思います。で最後ですね、はい、最後はね皆さん分かっていると思うんですけども、こちらですね、アメックスプラチナカードですね。年会費税込み14万3000円のクレジットカードですね。こちら昨年の末にね、ニューヨーク行く前にね発行させていただきましたけども、まあ、かなりね年会費が高いクレジットカードというふうになります。まあ私はねずっと発行したいなと思ってやっと発行できたっていう感じなんですけども、まあ、年会費がねめちゃくちゃ高いので、今後ねずっと使っていくかって言われると、まあひとまずね2年間はね保有したいなというふうに思っています。フリーステイギフトっていうね年会費の更新を迎えるとホテルの無料宿泊券がもらえるんですよね。まあこれだけちょっと使って、まあそれ以降はですねちょっと考えようかなっていうところですかね。まあ14万3000円なんで、まあなかなかですね高いですよね。まあ海外とかね行っているとすごいねプラチナアシストとかもありますんですごいいいんですけども、海外旅行にね行けないとですねなかなか特典はねうまくね使えないかなっていうところなので、まあひとまず2年保有してさせていただいて、その後はねちょっと考えようかなっていうところですかね。はい、まあ、アメックスプラチナカードね、まあ、念願かなってやっと発行できたんでね、個人的にはすごい嬉しいんですけども、まあ、ちょっと年会費は高いですよね。ということで2021年にね発行したクレジットカードをね皆さんに紹介させていただきました。まあ今回のがねまあ役に立つっていうよりかは、まあ去年ねまたこういったのね作ってくださいっていうねリクエストをいただきましたので、ちょっと作ってみましたけども、いかがだったでしょうかね。ぜひねなんか思うことがあればねコメントいただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。